コメントをね、皆様からいただいたコメントでちょっといくつかお答えしていきたいなと思うんですけど、アイアンの方向性を安定させるにはどんな練習をすればいいですか。どんな練習したらいいんですかね。私も安定させたいんですけど、まずはこうショートホールなんでちょっとショットを見ていきましょう。アイアンじゃなかったけど、まあいいか。うん、ナイスナイスオン。まあ練習方法って書いてあったんですけど、まあここショートホールなんでちょっとアイアンの気をつけるポイント、アイアンなんかはやっぱりこうハンドファーストにもう打たなきゃいけないですし、力を入れて打つっていうよりかはちょっとこう飛距離に余裕のある番手を持ってスイングになるべくこう力みが入らないように。で私はここを168ヤードなので6番アイアンでいきたいと思います。っていうレベルの左の行っちゃいましたけど、まあ、かろうじて乗ってるんですけど、おーいいですね。ナイス、完璧素晴らしい。ありがとうございます。ちょっとここ歩いていこうかな。アイアンのなんかそういう特別な練習とかなんかしてる？方向性ですか。まあ、ひたすら練習するっていうのが一番大事なんだけど私なんかはやっぱりこうさっきもハンドファーストが大事っていう話もしたけど、まあ、そのためにまあ、いわゆるライン出しが、まあ、できなきゃいけないんですけど、まずはやっぱこのねフルショットっていうよりも小さい動きでこういうハンドファーストの形だったり芯を捉えるっていうのを覚えましょうっていうことで、やっぱりハーフショット、ハーフスイングでひたすら打つっていう練習方法はすごい有効的だと思って、で、まあ、それと同時に私は結構クロスハンドドリルをやるんですよね。こうパターでこうやってやってるけど、そう結構あれでこう右手が使えなくなるんで、ボディーターンで打つっていうことを結構覚えられるんですよね。こうクロスハンドでこう持ってそのままこう打つんですけど、まあ、初めはアプローチぐらいの振り幅でもいいんで、そういうところからこう練習していくと結構その手で打てない、不自由な分手で打ちに行けないんで、体と同調してこうスイングする、まあ、手を使わないっていう動きが体に身につきやすい練習方法だと思っているんですけど、まあ、私が練習してるのはそのぐらいですかねもっとやれよって感じですけど、そうやってみよう、やってみようなの私もやってみよう結構いいと思うよ、うん、両方から傾斜が来てるのであんまり切れないけど軽いスライスかなって短いこれはダミーからだからちょっと難しいですね。早いですよ。お、うまい、ナイスタッチ、ナイス。ナイスナイス、なんか思ったより切れなかったね。はい、テイクバックってめっちゃ思ってたアイアン打つとき何を意識してる？なんかこうドライバーと違ってこうアイアンの時はこうちょっとこういうの意識するみたいなのあったりする？ギリギリの番手は持たないと。あ、なんか力まないようにって、うん、さっきね、そこは多分さゆりさんと同じです。おー、なるほど。スイングはあんまり変えるつもりはないですけど、同じように振るようにしてます。
だそうです。高島プロといえば飛距離、どうしても飛ばそうと思うとフェースが開いてスライスします。力の入れどころ抜きどころが知りたいです。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとまず2人の意見を聞いてもらって、聞いてね、どう思います？力入れるタイミングそう早いんですよ。そう早いんですよ、うん、じゃあちょっとティーグラウンドに行きながら説明をしたいと思います、はい、なんでスライスしちゃうかっていうと、テイクバックします。でダウンスイングしてくるときに、さっき言ったようにこう手元がこう力が抜けてこうヘッドが走ってくると、ヘッドっていうのは自然とインから入ってくるものなんですね、うん、なんですが、これが切り返しからこう力が入ってくると、ヘッドはアウトサイドから降りてきてしまうんですね、うん、で自分がそれを知らずにこうアウトサイドから降りてきてるにもかかわらず、一緒に体もこう振っちゃっちゃうと開いてスライスしちゃうっていう。でじゃあ結論どうすればいいのっていう話なんですけど、ごめんねバーディーの人より先に言っちゃって、インパクトのヘッドがインパクトに来る直前まで力を抜くイメージです。で当たったところから力が入っていきます、勝手に。だからなるべくこの当たる直前までこう素振りみたいなイメージです。もう力抜いてここまで抜きましたからのここから振るみたいなイメージで最近はちょっと振ってます。その方がやっぱりこう手元先行で振っていけるんで、ちょっとやってみますね。力を抜くっていうのは主に握力を抜いてます。ちょっと気がかかっちゃうかなっていう感じですけど、まあだからこうどこから力が入ってるように見えるかわからないですけど、私はもうギリギリまで我慢してるイメージです。そう、入れたいんだけどなるべくここまで我慢して振ってる感じです。どうぞお二人。めちゃくちゃためになります。それ意識して視聴者気分気持ち、ヘッドはいつまでも来ないぐらいのイメージで振ってます。おお、ナイスショー。ありがとうございます。完璧ですね。意識できてましたよくない、意識できてたかどうかは自分次第なんだけど。どう、なんかその手の力みを外して打ったつもりです。おお、どうでした？いい感じ。ちょっと走った感じしません？しました。うん、そう、走らせようと思って力んじゃうとやっぱりこうヘッドがアウトサイドから入ってきやすいんで、さっきも言ったようにヘッドを走らせるんじゃなくて、なるべく手の力を抜いた状態で手を先に、まあ、要はグリップを先に持っていく。おお、ちょっとなんか球変わったねちょっとなんか振った感じがしたね。振ったの？振ってないです、ノースイッパー。なるべく力抜いて。インパクトの先を振るイメージ。ああ、いいですね。まあ、ちょっとね、ドローが強くなっちゃったけど、もともとなんかそういう、できてるタイプだから。ああ、うん、はい。どっちかというと。でも、球の高さがさっきよりちょっと低くなったよね。うん、そう。それは多分、ちょっと直前までこう力を抜いてるおかげで、うん、ハンドファーストになりやすくなってるから、はい、その分、球の高さが収まってる、うん、気はする。それごめんね、こじつけかもしれないけど球が高い時っていうのはやっぱりちょっとこうヘッドが先にこう落ちてきてる、うん、まあそれが力が入ってるせいなのか、はい、何なのかはちょっとその人によってこう原因が違うけど、飛ばしたいからといって、だからそう切り返しから入れるべきでもないし、なんならこうインパクトの本当に直前まで我慢して抜かなきゃいけないっていうのを、そう早く振るなとはまた違うんですよ。っちゃうっていうのを我慢するっていうのがしならせるのに大事で、しなりはやっぱりこう飛距離に直結してくるんで、そうやっぱりこうそのしならないものを振るよりかはやっぱりしなったものを振る方が飛ぶっていうのは誰がどう考えてもやっぱ分かることなんですけど、意外にそのしならせることがみんなうまくできてないから、
飛ばないっていう風になっちゃうんで、力をどこまで抜けばいいのって言ったらインパクトの直前まで抜くと、はい、っていうのがまあ私なりの答えですかね。はい、強気。さっきまでにないパターンだった。ナイス。これ抜けますか？お願いします。そのラインでも、このラインだったら行きたくない。行きたくないですか？下りでも。下りだから刺したくなっちゃうんだ。結構ジャストタッチで入れたい派だからさ。私弱いよね、それはね。下りじゃなかったね、あんまりね。焦点をボールのどこに合わせているのか、もしくはどこにも合わせていないのか教えていただきたいです。どこに合わせてますか？焦点、要はどこ見てますかみたいな。あ、右向く癖があるんで、うん、私がまっすぐって思ったら右向いてるから、僕がここに打ちたいなって思うところのちょっと左。あ、向くときね、はい、アドレスのときね。で、ちなみにこう、じゃあいざ構えて打ちますのときは、はい、どこ見てます？あ、こっちの話ですか？そうそうそう、そっちの話。いや、いいんだよ、いいんだよ。さっきの参考になったけど。いや、ボールは見てないです。ボールのちょっとこの辺。おー、ちょっと右上。じゃあ、それで行きましょう。はい。ナイス。ちょっと左目だけど、全然ナイスですね。いいね、あの、フックしないボール。私もああいうボールが打ちたい。さあ、たえちゃんはどこ見てますか？なんか、ボールの、はい、この辺見てるイメージ。後ろ側。ああ、やっぱみんなだいたい右目見るんですね。当たるあたり。おお、なるほど。じゃあぼんやりですか？ぼんやり、はい、あんまりきっちり見ないと。ボールを見てるんですけど、こういうインパクトで当てたいっていうのをイメージしながら、そのなんかこう通っていく残像をこうボールにイメージしながら見てる。意味わかる？わかんないよね。めっちゃポカーンとしてるやん、タイちゃん。今考えてます、すごい。構えたら、こっからボールは見てるんだけど、なんかどっちかというとイメージの方を見てるから、なんかあんまりボールは気にしてないですね。こういう風にヘッドが通っていくんだぞみたいな、こうここにイメージしてる。だからもうインパクトの形をここでイメージしてるから、ボールを見てるというのがなんかもう意識はしてない。ボール見てないみたいな、イメージをしてる。そうだから、あの、その正解で言えばあれだよね、焦点を合わせてない。焦点ブレてるかも。見たら定まってないかもしれない。どっちかというとやっぱボールの右側を見てる人が多いよね、インパクトの。あの、やっぱりこう左を見ちゃうとやっぱりどうしても体が突っ込みやすかったりするんで、右に残った方が、頭は右に残った方がいいんで、やっぱりボールの右側を見てる方が残りやすくなるかなっていう気はしますよね。で、そのさっき、あの、ミリちゃんがまあ、っすぐ向いたら右なんですよって言ったじゃない。あれ結構いろんな人がそうなんだけど、なんでそうなるかって分かる？なん、結構大概の人右向いちゃうじゃん、なんかね、効き目がとかいう話になるんだけど、私がまあ思うに、はい、ちょっとミリちゃんを後ろから見ながら解説したいと思います。ボールって
こうピンに対してこう打ちたい方向にあのねこう方向取るときはこうまっすぐなんですよ。だけど今日は今から構えます。え、ボールの位置よりも頭こっち側にあるんですよ。ナイス。で、要はボールをここからあそこに飛ばしたいっていうこういうラインがあったとして、でも体はこっち側にあるわけですよ。でも体の面としてはここに平行に立たなきゃいけない。だけど体はこっちにあるからどうしても自分の体よりも打ちたい方向が右にあるんですよ。そう、だからペースを合わせていても実際自分が打ちたい方向は自分の体は本当は左に向かなきゃいけない、打ちたい方向よりも左に向かなきゃいけないのに、方向が右にあるもんだからみんな右に体が向いてしまう、でそれで慣れてしまうからみんな右に向いてカットに振っちゃうっていう癖がつくって思ってます、勝手に、はい、そう。だからさっきどんぐらい左に向いたらいいって分かんないって言ったけど、まあその通りなんだけど、イメージ意識としては自分が打ちたい方向よりもちょっと左に向いてるのが正解、感覚としては。短い、パッと短かった。まあそういうわけでですね、結構アマチュアの人で右に向いちゃってる人がもう本当に多く見受けられるんで、自分がそうまっすぐ向いたから右向いてるっていうのは本当にその通りで、みんな絶対そうなっちゃうんですよ。なんでってボールよりこっち側に体がある以上は目線的にやっぱりそういう風になっちゃうんで、それを意識してそうならないように訓練をしなきゃいけないんだけど、基本的には感覚として左に向いてるっていう感覚が正解だと思っておいてもらった方が間違いはないと。やっぱ右に向いちゃうとミスが出やすいし、スイングにもちょっと悪い影響が出やすいんで、なるべくねそのアドレスの向きっていうのはすっごい大事だから、そこをちょっと気をつけて、皆さんには気をつけてもらいたいなと思いながらバーディーパットです。ナイスタッチ、眩しかったね。おー、ナイス。もうピンパターでいいじゃん。ちゃんとさゆりさんのアドバイスを頭に入れつつやってます。あー難しい。ちょっとハンドアップしてみたら、うん、ソールが全部つくようにちょっと構えてみて、ちょっとつるような感じだよね。そう、ちょっとさっきからトゥー側がちょっとこう浮いてるのが気になってて、はい、であのフックラインで結構こう引っ掛けるのが多かったから、ちょっとどうなの、スライスの時はあんまりそのトゥーは浮いてないんだけど、まあ、でもスライスもフックもちょっとこう浮いてるせいで、思ったラインに出てないのかなっていう気がしてて、で、ロングパット、今の下りのファーストパットも自分から見てこう左にフックラインがこう左により切れてっちゃってるんだけど、右に出せなくなっちゃうから、こうどうしてもトゥー側が浮いてるとフェース面って左に向いてこう当たりやすいから、そうで今のショートパットもが結構典型的っていうか、やっぱ浮いてるせいで捕まりやすくなるんだよね。そうだからこうなっててもヒールに構えてれば実はフックラインって打てるんだけど、真ん中に構えてるせいでやっぱこう捕まりやすくなってて、そう左に行きやすくなってるから、だからちょっとこう立てた方がいいかなって思いました。全然打感が違いました。見え方もやっぱ違うしね、こうなってるとこのラインがね、見え方がね、こう自分に対してこうやって見えてるとやっぱ左に見てるし、こうやって見えてると右に向くしって、そうそれによっても多分もしかしたら自分が思ってる方向に向けてないかもしれないし、はい、